こんにちは。寺田虎彦作コーヒー哲学序説の2回目をお送りします。ベルリンの下宿はノーレンドルフの辻に近いガイスベルク街にあって、年老いた主婦は陸軍将官の未亡人であった。ひどく威張ったばあさんであったが、コーヒーは良いコーヒーを飲ませてくれた。ここの2階で毎朝寝巻きのままで騒然にそびうるガスアンシュタルトの煙筒を眺めながら、火のヘルミーナの持ってくる熱いコーヒーを飲み、香ばしいシュニッペルをかじった。一般にベルリンのコーヒーとパンは周知のごとくうまいものである。9時、10時、あるいは11時から始まる大学の講義を聞きに、ウンテルデンリンデン近くまで電車で出かける。昼前の講義が終わって近所で食事をするのであるが、朝食が少量で昼飯が遅く、またドイツ人のように昼前のおやつをしない我らにはかなり空腹であるところへ相当多量な昼食をした後は、必然の結果として重い眠気が襲来する。4時から再び始まる講義までの 2,3 時間を下宿に帰ろうとすれば、電車で空飛する時間が大部分になるので、ほど近いいろいろの美術館を丹念に見物したり、旧ベルリンの古めかしい街区のことさらに老工を求めて奉公したり、ティアガルテンの木立を縫うてみたり、またフリードリヒ街やライプチヒ街のショーウィンドウを覗き込んではベルリンの銀ブラをするほかはなかった。それでも潰しきれない時間をカフェやコンディトライの大理石のテーブルの前に過ごし、新聞でも見ながら、ミットやオーネのコーヒーをちびちび舐めながら、淡い郷愁を満着するのが常習になってしまった。ベルリンの冬はそれほど寒いとは思わなかったが、暗くて物うくて、そうして不思議な重苦しい眠気が、濃い霧のように全身を封じ込めているように思われた。それが無意識な警備の慢性的郷愁と混合して、一種特別な眠気となって額を押さえつけるのであった。この眠気を追い払うためには、実際この一杯のコーヒーが自分にはむしろ甚だ必要であったのである。3時か4時ごろのカフェにはまだ吸血鬼の粉体の功もなく、新刊としてどうかするとネズミが出るくらいであった。コンディトライには家庭的な婦人の客が大多数で、ほがらかに賑やかなソプラノやアルトのさえずりが聞かれた。国々を旅行する間にもこの習慣を持って歩いた。スカンディナビアの田舎には恐ろしく頑丈で、分厚で、叩きつけても割れそうもないコーヒー茶碗にしばしば出会った。そうして茶碗の縁の厚みでコーヒーの味覚に差異を感じるという興味ある事実を体験した。ロシア人の発音するコーフィーが日本流によく似ていることを知った。昔のペテルブルグ一流のカフェの菓子は、なかなかに贅沢でうまいものであった。こんなことからも、この国の社会層の深さが測られるような気がした。自分の出会った限りのロンドンのコーヒーは、多くはまずかった。大概の場合は、ABC やライオンの民衆的なる紅茶で我慢するほかはなかった。英国人が常識的健全なのは紅茶ばかり飲んで、そうして原始的なるビフステキを食うせいだと論ずる人もあるが、実際プロイセンあたりのピリピリした神経はことによるとうまいコーヒーの産物かもしれない。パリの朝食のコーヒーとあの棍棒を輪切りにしたパンは周知の美味である。ギャルソンのステファンがボアラー、ムシューと言って、食卓に乗せていく朝食は、
一日中の大いなる楽しみであったことを思い出す。マデレーヌの近くの一流のカフェで飲んだコーヒーの雫が凝結して、茶碗と皿とを吸い付けてしまって、一緒に持ち上げられたのに驚いた記憶もある。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。